日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。昨季一軍デビューしたばかりながら侍ジャパンにも大抜擢されるなど、大きな期待が寄せられている広島の若武者、田村俊介選手。ここまで期待以上の活躍を見せており、アピールが止まりません。そこで今回は期待が高まる田村選手の活躍を紹介していきます。野球日本代表はカーネクスト侍ジャパンシリーズ2024で6投手の継投による完全試合を達成し、欧州代表との強化試合を2戦2勝で締めくくりました。田村俊介選手は7日の試合で5番左翼でスタメン出場し、6回に侍初安打となるサゼンダをマークしています。カープ期待の若武者が国際試合で貴重な経験を積みました。広島の未来を背負う若武者が新たな勲章を手にしました。侍の一員として初めてスタメンに名を連ね、初安打もマーク。わずか3日間の短い代表活動期間でしたが、すごい自信になったと充実感を漂わせています。4打数でわずか1安打だったものの、得たものは大きかったようです。6回1死での3打席目、追い込まれてから最後は外角高めのスプリットにバットの先で対応し、三遊間を抜ける安打となりました。待望の侍初安打です。良いヒットではなかったけど、侍ジャパンに入ってできた経験をこれからのシーズンで一軍で出していければと思いますとうなずきました。走塁ではカープ野球を体現しました。一走だった場面では捕手が投球をこぼすと果敢に二塁を狙いました。リクエスト検証の結果アウトになったものの、ワンバウンドで行ったのはキャンプの時からチームで徹底してやっていること、反応で走れたことは良かったと前を向きました。高い潜在能力はチーム内でも話題の一つになりました。村上宗隆選手は去年出てきた時からすごいと思っていた。スイングの軌道もそうですし、相手投手に対しての合わせ方がすごく上手と田村選手を評価し、近藤健介選手も注目の選手を問われると、やっぱり田村くんじゃないですかと即答しました。最年少の新顔としてのみならず注目の的となっていました。これから自チームで待ち受けるのは激しい外野の定位置争いです。争いっていうよりは自分で良い結果を出して、その結果で良い評価をしてもらえるようにやっていきたいと田村選手、確かな収穫を胸に広島へ戻ってきました。そんな田村選手は侍ジャパンシリーズの2日後のオープン戦でも早速マルチヒットをマークしています。本人はしっかりまっすぐに対して自分の形、自分のタイミングでしっかり振っていこうっていうことを心がけてやってますとコメント。新井貴浩監督は可能性は大いにあると思いますね。はい、もともと絶対ではないですけれど、序盤から送りバントはしないという風な作戦なので、今どこに当てはまるのかなと思いながらいろいろ試してる最中ですねと攻撃型2番での起用も模索中と明かしました。11日放送の CS フジテレビ版プロ野球ニュースに出演した坂口聡隆は、売り出し中の若恋に対し、いいですよね、本当にインサイドのポイントがすごい近いんですよね、近いから腕が畳まれて見えると言いますか、近いところでインサイドをうまく詰まってさばけるので、アウトサイドの甘いところがしっかり手の伸びたところで打てるという技術が高いと言いますかね、天性のものでもあるんでしょうけど、なかなかここまでインハイのボールをしっかり回転してフェアゾーンに持っていくっていうことはまず難しいので、これは本当に魅力ですよねとバッティングセンスを絶賛しています。もう一人の解説者の斉藤正樹氏は、しっかりと触れているというとこですね、やっぱりこれだけ触れるっていうのはピッチャーとしては一番嫌なことですから、フォークも当てに行くんじゃなくて自分のスイングをしてバットの先とかに当たってボコボコってなってるわけですね、だからやっぱりそれだけ振ってるっていうところが素晴らしいなと思いますよね。あれは当てに行ってくれた方がピッチャーとしては楽なんですけど、どんどん当たるようになればもっと楽しみやな感じがしますもんねとスイングが武器だと投手目線で分析しました。オリックスに移籍した西川龍馬選手の穴を埋める存在となれるのか、伸び盛りの20歳から目が離せません。バットの勢いが確実に加速している田村選手は、3月14日の日本ハム戦では2打席連続のアーチが飛び出しました。この日7番ライトで先発出場した田村選手、5回に回ってきた第2打席、対するは
今季の開幕投手を務める伊藤大海投手、2球目の浮いたスプリットを完璧に捉えると、打った瞬間それと分かる一発に右翼を守る万波選手は一歩も動かず、打球はフェンス後方のブルペンをはるかに超えて右翼3階席に飛び込みました。 WBC では決勝でも登板し、日本の世界一に貢献した実績十分の右腕から完璧な一撃を放ってみせました。半速球にも田村選手の左肩は開きません。下半身から伝わる力を最後に解放するスイングでアーチを描きました。1打席目に低めの変化球を振って無駄な打席になってしまったので、目線を上げて浮いた変化球を全部食らいついていこうという感じで行った。それが結果につながってよかったですと田村選手は振り返っています。空振り三振に終わった第1打席の反省を生かし、甘い球を完璧に捉えました。さらに続く3打席目で対戦したのは、この日に支配下登録されたばかりの福島蓮投手。2球続けた151キロに空振りして追い込まれながら、3球目139キロの変化球を振り抜きました。高く舞い上がった飛球はそのまま右中間席に吸い込まれました。オープン戦第1号に続き、プロでは自身初の2打席連発となりました。球場全体がどよめきに包まれる中、ダイヤモンドを一周、新井監督からは拍手で出迎えられ、ナインから盛大に祝福されました。さらに1点ビハインドの9回は、1死2塁からザバラの157キロファウルボールと見極めた後の3球目146キロスプリットを強振しました。右翼に引っ張って同点に追いつきました。まっすぐはファウルになったんですけど、まっすぐに入っていって浮いたフォークを前で弾き返せたので良かったですと振り返っています。この日は2発を含む3安打3打点をマークし、オープン戦12球団トップタイの2本塁打に、打率も3割5分5厘に上昇しました。経験者もいる広島外野のレギュラー争いの中で、若き侍が大きくアピールしました。試合の中で示した修正能力は新井監督も高く評価しています。バッティングは若い選手の中でも抜けている。打席の中での対応力、修正力は目を見張るものがあります。開幕スタメンを含むレギュラー争いはまだ続きます。指揮官はまだ決まっていないと前置きしつつ、のびのびとバッターボックスに立たせてあげたいと構想を明かしています。才能豊かな20歳、その名は深く首脳陣の中に刻まれています。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。